ケートボードを始めたきっかけは、お兄ちゃんに12歳の時に古いスケートボードをもらったのがきっかけです。スケートボード乗ってる感覚は、新しい技を挑戦する時は怖いけど、できた時楽しいから怖楽しいです。よさずみさくらです。17歳です。スケートボードしています。和歌山県出身です。365日もうスケートボードやってます。夢でも乗ってます。始めた時は和歌山県にスケートパーク、今でもないけど、家の前にコンクリートを敷いて練習してました。YouTube でいろんなパークの映像を見て、こういうパークだったらこういう使い方をするとか、ここの R はでかいからパンピングの漕ぐのがスピードをつけれて、で低いところがつけづらいから、ここは何もやんないでカービングだけとかを考えてます。好きなスケーターの名前を検索して、そして自分が得意なテクニカルな技をやってる選手の動画を見て、でこれだったらできそうだなっていう技を探してチャレンジするようにしてます。ずっと練習してて時間をかけてできた技を大会で披露できた時がもっと嬉しいです。もっとスケートボードが好きになって、もう一個上の難しい技に挑戦したいっていう気持ちになります。スケートボード以外で落ち着くのが折り紙。YouTube で研究して時間が空いた時に集中できて、すごい自分の世界に行っちゃう、ストレス発散。スケートボード始めて視野が広がりました。楽しくて、毎日やりたいことができて、目標を一つ一つ彼女がクリアしていった結果、プロスケーターとして活躍できてるのはとても嬉しいです。これから始める小さな子たちとか、特に女の子ですね、に影響を与えるようなスケーターになれたらいいなって思ってます。頑張ってる子たちの応援はしたいし、その和歌山県に今スケートパークがないから、作って世界に出れる子どもたちも応援したい。